はい、こんにちは。今日はですね、タオ島最終日でございます。はい、それでですね、今タイで一番売り上げると言われるセブンイレブンの、ね、前にいますけども、これからですね、ここからバイクを止めまして、サイリービーチの方へね歩いていきます。はい、でね、ちょっとねお土産屋さんの探索をしたいなと思っております。はい、それではね、行ってみたいと思います。はい、それではね、いつものように iPhone14 Pro でね、歩いていきたいと思います。はい、まあね、 iPhone14 Pro がね結構音声もね、まあ、映像、まあこのジンバルのこのグレーね、これ普通にね、歩いておりますけども、まあね、どんな感じか。あ、これリップカールのね、はい、これサーファーの人ですけど、でしたっけ、よく分かっておりません。はい、水着、女性のこの水着のお店とか、あ、なんかすごい、あのダイバーのあのあれ可愛いじゃない、あ、 T シャツとか、あ、これダイバーのこの、ショッピングバッグっていうのかな、これ可愛いね。いくらすんの、サンロイ380バーツ、コータオ、あ、シュノーケリングですね。シュノーケリングしてるダイバーじゃないですね。なるほどなるほど、可愛いじゃないですかね、これね、こういうショッピングバッグ、リュックみたいな感じで使えるやつね。はい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 、これなんだろう、あ、スカーフか、これ首に巻くスカーフですね。うん、はい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 、これが100バーツ、これが100バーツ、はい、こういうポーチが120バーツ、はい、これ布だよね、布ですね。まあ、あの布なんで水には強くはありませんが、はい、なるほどなるほど、こういう T シャツ、T シャツ大体いくらぐらいでしょう、550バーツですね。はい、まあ大体ね、 T シャツは、350バーツから、500バーツぐらいみたいですね。はい、じゃあね、次のお店行ってみましょう。よし、朝はねピーカンに晴れてましたけども、少しやっぱ雲が出てきておりますが、まあそれでも、いい感じで、ね、涼しいというか、そのクソ暑さはないですね。はい、クソ暑さはない。こういうシュノーケリングやる方、350バーツでございます。はい、もし忘れてもですね、まあ350バーツぐらいだったらそんなにね高いものではないかなという気がしますね。はい、はい、やっぱ白人の人は笑顔を手振ってくれるからね、いいですね。はい、またかっこいいんだね、白人の男性の人が。まあ、こういうね、はい、スムージー屋さんもあちこちにあります。ね、この上はあの有名なバラクーダという、はい、レストランドバーですね。はい、ここもあのコロナ禍はね閉まっておりましたけども、開いておりますね。はい、おお、かっこいいね、かっこいい女性だね。いや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 、かっこいい女性の白人の人がバイクで通り過ぎましたね。ここマッサージですね。はい、
ここ安いんじゃないですか。マッサージ、あ、でも60分300バーツですね。はい。タイマッサージ、フットマッサージが60分300バーツ。フットマッサージ30分が200バーツ。はい。そんな感じでございます。まあ、ダイビングのショップ。ね。あ、ラッちゃん。よし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 。おい、落とさいま。かわいい顔が。ああ危ないのお前元さえまあな。バイバイ。帰ってきましたね。まああの誰もマスクはしておりません。はい。誰もマスクはしておりません。ね、まああのコロナが何だったんだろうっていうぐらいですよ本当に、うん、あここのとこもあここはね、ロータスバレーですね。はい。夜ファイヤーショーなんかもねやる場所ですけど昼間は静かです、ね、ここもあれかなお土産屋さん結構あるかな。はい。この通りがあれですよね。はい。お土産屋さんがそこそここの辺もはいありますね。まあ海水パンツとかも、280バーツぐらいでね売っておりますね。はい、うん、皆さんに言われたんだよね黄色い。あこれ安いじゃん100バーツだよこれこの海水パンツ。川島さん黄色の海水あ黄色あんじゃん海水パンツ買った方がいいですよって言われましたね。はい。でかいねでも結構ね、はい、でも100バーツですね。はい。これ安いですね。はい。でこの辺の B さんがこれあこういうマリンブーツみたいのもありますね。はい。これが400バーツぐらいですねマリンブーツ。薄手のマリンブーツですけどね。はい。やっぱ太陽が出てくるとすごいね暑さがすごい。それであれですねあの Google マップでね調べたんだけど、タオ島ってあのカシコンの ATM がないですね。なんでなんだろうカシコンの ATM がないですよ。カシコンのね ATM がない。ここもお土産屋さんですね。はいおお結構ねおしゃれな水着が結構あります、ね。はい。あここ洗濯物安いランドリー1キロ40バーツ安いですね。エクスプレスっていうのは急ぎですね急ぎでやると70バーツ。なるほど、ね、ああこういうね携帯入れおっサービカヤニータワーやなツアーああそうなん300あこれで、300バーツだそうです。はい。まあ、これはあのデザインも良くて安いんじゃないでしょうかね。はい。何や、タオル。ホクロハスイ。あ、ソンロハスイ。このタンクトップが250バーツだそうですね。はい。コータオと書いてあるんです。
あ、でも素材がいいですね。いい感じです。それでね、ミヤさんに聞いたら、タオ島はね、やはりあのダイビングショップが多いのと、あとまあダイビングに来る方が多いので、お土産屋さん、皆さんあのダイビングショップのね、結構 T シャツとかを購入するので、まあ、プーケットのような、なんていうのかな、タオ島っていうお土産っていうのは少ないですねって言ってました。はい、確かにこうこんな感じで見てみるとやはり少ないですね。はい、まあ T シャツぐらいじゃないですかね。なんかこうタオって書いてあるね。あとはショッピングバッグか。でもそんなにないね、やっぱね。例えばね、マグカップみたいのとかそういうのが見当たらないもんね、あんまね。はい、あとはこういうアクセサリー屋さんだね。はい、あるとすれば、はい、まあ、この辺は女性なんかにはね、受けがいいのかもしれない。こういうね、まあこんな感じだよね、多分ね。もう一回ちょっと戻ってみますか、海の方へ。いや結構暑いわ。あの実はね、マグカップっていうか、水筒入れみたいなやつ、あ、タンブラーだ水筒入れって タンブラー、そうそう、タンブラーがねカゴに入れといたらいつの間にか、なくなっておりました。はいどっか落としたのかな、なくなっておったんで買おうかなって。タオトってこうね、ちょっとおしゃれに書いてあるやつ、タンブラーもしあれば買ってもいいかなと思うんですが、あんまり見当たらないというか見ないですね。はい、なんか売れそうな気がしますけどね、そういうタンブラーみたいなやつ。はい、あ、これはあれですね。はい、これは、はい、葉っぱ屋さんですね。葉っぱ屋さん、はい、もうね昼間からオープンしてます。まあね、白人の方はねボン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 入っていきますけども、まあ当然ね、日本は違法ですので旅行者の方は特にですけども、ね、簡単にこう勢いで手をねつけない方が、良いと思いますね。はい、サングラスみたいなのが見えないもんね。まあサングラスはある、サングラスね。はい、タンブラーみたいなやつがないのかな。なんかそんなようなやつがあると買いたいなっていう感じですけども、あとそうだね、お菓子屋さんみたいのが、まあだからタオ島のお菓子みたいのがないよね。なんかね、確かに、あ、これもまあお土産屋さん結構ありますね。はい、サングラスが200バーツ、はい、まあ洋服か、お、まあ、洋服関係が多いですね。はい、洋服関係が、あとアクセサリー、うん、あちこちにあるテイクオーダーできるねハンバーガー屋さんですけども、まあ、皆さんに聞いたら、まあ一番安いハンバーグが何だ、150バーツぐらいか、90バーツってもある、90バーツもあるか、あれはサンドイッチか、うん、ハンバーガーは、あ、でもチーズバーガーみたいのが、あれはサンドイッチかサンドイッチなんだかハンバーガーなんだかよくわかりませんが、まあちょっと安いですねやっぱね。それでね、皆さんに聞きましたら、明らかにですね、あ、コーギー、コーギーなのかコーギーじゃないのかっていう感じの犬がバイクに乗っておりました、はい、皆さんに聞いたらですね、間違いなくコーラルグランド
リゾートのレストランにあるハンバーガー、まあ今日ね僕は実は朝食べましたけど美味しかったですよ。ボリュームがねもう僕ぐらいだともう3食分なんじゃないっていうぐらいなでかさです。はい、大食いの方も一つ食べるとお腹いっぱいになるんじゃないかなという気がしますね。はい、やっぱね皆さんも、そこのコーラルグランドリゾートのレストのハンバーガーの方が美味しいと、言ってました。はい、そうそう、昨日ね実はあのここのねレストランで、友人とね食事をしました。はい、目の前が海で、はい、非常にね、おしゃれなレストランです。はい、でここがね、とにかくパックボンファイデンなんかが80バーツとか、トムヤンクンスープねが、250バーツとか結構リーズナブルです。はい、でね2人で食べて900バーツでしたから、ジュース飲んで2人とも、はい、非常にリーズナブルだけども目の前が、海で非常にいいかなと、カップでも家族でもいいんじゃないかという場所ですね。はい、でここで昨日ねミカさんのダイビングチームの方々とも会いましてムーガタ食べてましたね。はい、ムーガタなんかもグループで食べられますからおすすめなんじゃないかなと思いますね。はい、こういうねアクセサリー、これ女性、白人の女性は結構購入されるんですね。はい、リーズナブルですよね。はい、150バーツぐらいですね見てると。はい、いやーやっぱ太陽浴びると暑いね。まあお土産屋さんこんな感じですね。はい、この辺りはもうマッサージ屋さん、あこの辺はでもマッサージ屋さんが多いね。はい、これまた新しく整備されたマッサージ屋っぽいね。綺麗だもんね、綺麗に整備されたマッサージ屋さんですね。この辺はなんかまあ綺麗に整理された雰囲気がありますね、この中で。はい、ビーチ沿いのレストランバーですね。はい、それじゃあね、戻っていきましょう。はい、まあねお土産屋さんはこんな感じかなという感じでございます。はい、まあでもびっくりするほどなんだろう高いっていう感じもしないですね、お土産屋さんも。はい、ですから観光客の方々が普通にね、購入できるんじゃないかなという金額設定になってますね。はい、じゃあこれからですね、コーラルグランドリゾートの方へ戻ってですね、もうちょいね、タウトを撮影したいなと思います。はい、それでは後ほど。